はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで本日ですね、なんとあのレオナキングスからの誕生日当日となっております。おめでとうございます。ということで、安くなかったですね。レオナキングスから、さすが第二王子ですね。こちらレオナプラチナジャケットのパーソナルストーリー以下もろもろを、実況していこうかなと思っております。すごく楽しみです。なんて言ったって王子団つらないからさ。あとフロイドとね、どんな展開を繰り広げてくれるのかっていうのも楽しみにしつつ、はい、あのはたまたグルービーとかね、グルービーを楽しみにしつつ、はい、見ていこうかなと思います。はい、お迎えは、イデア氏のツムステですね。まだ今日は誕生日当日なんで国立美術館になっております。はい、すごく手間が省けて嬉しいです。はい、でこちらハッピー100アニバーサリーを、はい、3話分見ていこうかなと思います。足からず、喉がねちょっと調子悪いんですけれども、足からずご了承くださいませ。はい、こちら黎明の国国立美術館で、はい、おじさんおめでとうございます。ハッピーバースデー。はい、ちゃんとね、お上品おじさんとなっております。なかなか見応えがあ、うん、あ、意外と楽しんでますね。はい、あ、はい、こちらもちゃんとカードのビジュアルでもありましたね。あ、フロイドだ。あ、はい、最初から、ありがとうございます。トド先輩教えて。これさらっとね、さらっと入ってくれるの嬉しいですね。なんで俺がてめえに懇切丁寧に説明してやらなきゃなんねん。相性が悪いです。この二人すごく相性が悪いです。トド先輩にもわかんねえなら別に、うん、もうそうやって煽るんだから。フロイドもさ、わかったから無駄に絡む。もうちゃんとね、こうやってねえ、どうやったら教えてくれるのかって。まあもうわかってるんだからフロイドって。ハイエナたちの協力が不可欠。なるほどね。そう考えた、はい、ハイエナたちとのシーンということですね。交渉のために、はい、自ら彼の、あ、なるほど、あ、そのシーンなんですね。すごいかっこいい表情してます。あ、なるほど、あ、どのように生かすべきか語って聞かせたシーン、素晴らしい。ハイエナたちはどうしたの。はい、百獣の王の話に、ね、ちょっと気になりますよね。どうなったんですか、教えてください。そもそもハイエナたちは嫌われ者だった、はい、うん、それを王の直属の部下として、あ、そうか、好条件っていうことですね。これ願ったり叶ったりってやつですね。はい、とんでもない対応、うん、確かに、当然王の話に、なるほど、ちゃんとそれも分かって交渉を持ちかけたということですね。それぞれの能力を冷静に判断して、はい、うんうん、適した、なるほど、悪い顔してら。めちゃくちゃ悪い顔してら、なるほどね、はい、まあ、とりあえずね、顔が面がいい、ヴィランズはとにかく好きです。俺にはいいとは思えねえけど、はい、うん、そうね、フロイドはそうだよね、うん、シュートが得意な選手にディフェンスを任せたり、あ、すごい、あ、マジフト部のこと言ってるのかな、もしかしてあれかな。そんな無茶な要求をする監督の指示を聞いてたら、はい、なるほどね、だからラギーブッチとかもディスクディシーフってね言われてるし、ね、エペペも頑張ってるし、うん、そうですよね、ね、ジャミルパイパクもバスケ部で頑張っております。例えば手先が器用で素晴らしっこいやつには、はい、あ、そうでした、これラギーブッチのことかな、ラギターのことかな、素晴らしいですね。ちょっと真っ先にラギーブッチのことを考えてくれるおじさん素晴らしいですね。はい、うんうん、なるほど、おじさんのことかな、うん、あー素晴らしい、いい顔してます。やっぱね、おじさんってこういう能力に長けてますよね。はい、が、確かにそういうの、でもね、分からせるんですよ。おじたんってね、分からせるんですよ、そういうところ。素晴らしいですよね。あ、フロイドはそうだね、誰にもね縛られたくないもんね。バスケ部はご褒美の時も用意してくれないのか。頑張ればおじたんから何かしらのご褒美がいただけるって。あ、それ絶対やっちゃうじゃん。飛び切りのご馳走をもらえるぜ。それはまあ、だっておじさんのご褒美って一体何なのかしら。試合に貢献できなければ、うん、そういうことね、あ、そういうことか、はい、おじさんから何かしらの素晴らしいご褒美があるかと思ったじゃん。一躍脚光を浴びて、うん、なるほど、外にも名を知らしめ、そうですね、ラギーブッチとしてはそういうの一番ね、就職に有利だから、そういうので気にしちゃうよね。何よ、成績にも反映され、うん、なるほど、そもそも一戦一戦の勝利の、いやでもどちらかというとおじたんから直接のご褒美が欲しいんだけれどもな、私は。真面目そうだから、そちらの方を所望しているんだが、って思ってたけど、うん、あ、そうですね、フロイドってそういうのを好きそうですよね。やっぱね、己の力だけでなんとかやりてえぞっていう、そういう、あ、向いてると思う。向いてるかな、ちょっとね、フロイドは飽き性だから、うん、あら、ちょっとそんなこと言わないで、もうちょっと一緒にいようよ、まだ1話だよ。どこかに行きやがる。相性悪いですね。いや、そういうところも好きだ。終わりました。いや、エンハロー以来のね、この絡み素晴らしいですね。やっぱ振り回されてる感がね、否めないですよね。可愛い、すごく。
とても好きですこの2人。はい、ということで、こちら2話ですね、見ていこうかなと思います。次はどの絵のことについて語ってくれるのか。じゃあ次は、ね、あらあら、なんていうことでしょうか。あのハイエナの絵じゃないですね。はい、この絵は、うんうん、茨の町の、ね、これ語っているね人たちもキャラクターもいました。はい、そうですよね。こうなんか儀式してる感じ、すごい驚しいですよね。楽しそう。フロイドとしては楽しそうな絵みたいです。茨の町の部下は、確かにね、面倒ごとを厭わないらしい、なるほどね。だ確かにどんちゃん騒ぎしてるみたいに見えるよね。後始末がいるんだ。そう、あ、そっかそっか、海だとね、そういうのが必要でないですからね。そうなんですよ。陸ではどんなに小さな火でも、そう、わかる。本当に火だけは気をつけないとね。空気が乾燥した場所、はい、あ、そっかそっか、おじた、確かにね、おじたんのね、夕焼けの草原は絶対にほら一番乾燥してるから、天気には注意が必要だ。消火演習、おじたんも消火演習するの？ちょっとそれ見たいんですけど、その消火演習ってやつ、ちょっと気になるんですけれども、バケツ持ったりとかするのかな。言った通り、はい、うちの国で火災は、そうなんだ。じゃあやってんじゃん絶対。もうちょっとそれ参考資料どこですか？なんか消防隊みたいな服装にしてるのかな。あ、そうなんだ。あれ、じゃあやってんじゃん、ちょっともう、そこそこ、そうなんだ。めちゃくちゃなんかあのあれになってんじゃん、イベントごとになってんじゃん。おや、あれこれ絶対に隠し違反だぞ。その演習ってこれ玉足なむいなみたいに絶対に隠し違反で、のらりくらりと拒否してるやつだ。うん、あ、防水、やっぱそうですよね、防水訓練ですよね。ホースか、バケツじゃなくてホースか、さすがにそうだよね。思ってたより地味、うん、そんなの見学しても面白くなさそう。いやー、多分でもね、おじたんが参加してたら絶対に見たいよな。見学するだけなら悪くないと思う。そうなんだ。まあ確かにね、楽しそうですよ、見るの楽しそうですよね。うん、巨大なホースに翻弄される愉快な様子を拝めるか。もしかしてがキューファツエとかもいるのかな。国のために懸命に魂の無理だで、あの一世を風靡したキューファツエもいるのかな。俺に言わせりゃ、はい、見どころは他にある。え、どういうことですか？はい、あ、そういうこと。もうちょっと、もうそうやって悪いところ見ちゃうんだから。濡れて鉢もなくなったご自慢の食べ物と多少生成するイランズだな。もうそうやってね、滑稽なところをね見て笑うんだから。もうおじたんたらもう、ずっとその行事不参加だったでしょ。絶対そうだと思います。もう絶対そうだよ、この顔絶対にそうだよ。もうおじたんたら終わった。もうね、レオナキングスカラーってそういう子なんですよ。はい、ということで、あっという間、あっという間に次最終話です。3話を見ていこうかなと思います。いや、グルービーが楽しみですね。もうこんなさ、面がいいやつだ。あ、ジャファー様だ。あらあら、これも意外。魔法のランプを手に入れた時の絵、はい、そうですよね。はい、このシーンはね、見覚えがあります。ねえ、確かに、ことすごい満面の笑みだよね。やったぜ、やっと手に入れたぜっていう顔してるよね。そうそう、確かにね、もうね、あの笑みを浮かばずにはいられなかったんだろうね。あまりに嬉しくて。すっげえ頑張ったってこと。あ、そうですね、いろんな人、確かにフロイドってね、そういうの楽しい、本当に一筋縄じゃいかねえところが楽しいって思うタイプですからね。難しければ、まあそうですよね。でもそれをこなせるのがフロイドのね、実力なんですよ。うん、だ単位の取得を困難にする。そうかもしれぬ、ただ単純に飽きてるだけかもしれないけど、確かに。そうだよね。植物園といえばおじたんだし、植物園にいたんだ。あ、やっぱフロイドもサボった時、あ、植物園にいたんだ。声かけてくれれば。あ、そうなんだ。もうちょっと、その植物園最高かも。ちょっと裏口は叩かない。私もそこ行きたいんですけど。木陰でおとなしく目を閉じていたさ。そうなんだ。せっかく安眠できる場所。めんどくさかっただけじゃない。おしゃべりなんかで時間を割くのは。そうですね、私もそういうタイプです。もっと静かで、あ、涼しくて、もっと過ごしやすい。植物園じゃ不満ですか？環境で眠りたいもんだぜ。あら、ちょっと、植物園。いや、植物園もなかなかにいいと思うけどね。望んでない。最低限低眠の時はそれでいい。もうそうやって憎まれ口を。睡眠の質も影響するからな。そうですね。睡眠の質とかあんの？安眠を希望するタイプでした。そんな変わんなさ。あ、フロイドはそういうの気にしないタイプみたいですね。繊細。いや、そうだ。
睡眠の質が落ちると。さすが大王子だな。あ、そっかそっか、そうですよね。確かに頭をフレッシュにしたいですからね。ずる賢い連中に足元を救われでもした、うんうん、そうです。まあそうだよね、やっぱいろんなこと考えちゃうよね。良質な睡眠を取れる、うん、あ、そうなんだ。そんないろんなこと考えてるの、あそこの部屋に。いや、あのエッティな部屋に、ラグを敷くこと、ラグを敷くこと、うん、それだけでも。あ、そうなんだ。知らなかった。何せ一年後も、うん、そうやって配慮してるんだ。うんうん、縄張り、そうですよね。特にサバナクローって喧嘩多そうですしね。だからといって、うん、いちいち俺が首を突っ込む、はい、なるほど。いや、めんどくさいだけじゃない。あいつのためにならないだろう。だから他にもいろいろ。下の階って1年生なんだ。脱音を遮断してるってわ、うん、なるほど。あ、そういうことなんだ。後輩のためとか言っといて。素晴らしいですね。ちょっとあのお部屋お邪魔しても、うん、確かに。先輩のありがたい配慮が必要ないとは、もうさすがおじさんですね。配慮してますね。さすが二十歳ですね。使うね、うん、やばフロイドはやっぱり飽きました。あ、じゃあということはそろそろ、お別れ、そうですよね。あ、お別れということはそろそろグルービーが来るんじゃない。うわー、ドキドキする。おじさん絶対面がいいからさ。うわー、ちょっと待って、そろそろ来る。うわー、どうしよう。おじさん、おじさんと同じ表情してるの。おじさん、ライオンを、我が子を公園にお披露目するシーンを描いた。かわいくない？ちょっと待って、レオナキングスカラーの今まで見たことない可愛さがここに溢れ出てるんですけれども、何これ、やばない？ちょっと待って、かわいい、落ちた落ちた。めちゃくちゃ可愛い笑顔なんですけど、何これ、めちゃくちゃ幼いんですけれども、なんかちょっと16歳のレオナキングスカラーを見ているかのような、なんかかわいい、この子。終わった。はい、終わります。すっごいグルービー。ちょっと待って、この立ち絵とさ、立ち絵というかこの絵とね、グルービーの絵全然違うんですけど、やばかわいい。いや、このグルービー前とも全然違うし、いや、ちょっとね、セリフも気になるところで、ま、聞きたいところではありますが、とりあえずはね、とりあえずセリフを、はい、聞いていこうかなと思います。周りに甘やかされて育ったライオンの子、さぞかし立派な王になったんだろう。セリフクソイケボ、あ、わ、かわいい。やっぱりかわいいんですけど、何この表情。でもなんか、ちょっと、おじたんの新たな可愛さ見出し、絶対違うじゃん。ちょっと、この左と右とで交互に見たら、かっこいい可愛い、かっこいい可愛い。ちょっと、私、情緒がおかしくなりそうです。これはやばい。もうちょっと後からね、最後に、はい、しっかりと見ていこうかなと思うんですけれども、まずは、ホームタップボイスをね、はい、聞いていこうかなと思います。いや、ちょっと本当にね、グルービーで狂わせてくるよね、レオナキングスカラーってさ、最高だよね。はい、ということで、今日ですね、はい、国立美術館になっておりますので、そのまま、はい、背景の方はね、このままにしようかなと思いますので、とりあえずおじたんね、はい、召喚してもろて、どこかな、おじたん、あ、いますね。いや、すごい可愛い、全然可愛いんですけど、めちゃくちゃ可愛いんだな。グルービーで可愛さ見出してくる、もうレオナキングスから最高。はい、こちら、ホームタップボイスですね。あ、シルバー。はい。と思ったら、立ったまま寝てやがった。もう昼寝のプロのおじたんも認めるわ、シルバーの昼寝の質の高さ。素晴らしい。どこでも寝れます、シルバーって。はい、あ、すごい、シルスベコンビだ。確信はない。確かあいつにしちゃ静かすぎた。もうセベちゃんったら、もうおじさんにもうるさいって認識されてんじゃん。あ、はい、砂漠の魔術師、あ、さっきのですジャファー様の、はい、うんうん、その強欲さ、うん、そうですよね。やっぱね、人は強欲じゃないといけないですよね。セベクも言ってた、人は、人間は強欲だって言ってた。食い入るように絵を見るんだな、うん、はい、あ、はい、ワイ監督生のこと、高い木の葉を食う草食動物みたいな、あら、そうやって笑顔で言っちゃって、もう、あらら、もうからかわないで、もうおじた、そうやっていい顔するんだから。一人の人間の創作に大勢の部下を借り出したとか、うん、あ、なるほどね。あ、そういう、ね、確かにね、気になる、いい顔するって、もうするのよね。もう、おじたんのさ、一つ一つの表情に私が狂わされている。素晴らしい。ありがとうございます。好きです。うん。はい、あ、指を鉛筆代わりに。あ、へえ。肉食動物にはできないけど、そうなんだ。
爪がダメになっちゃう。もうそしたら爪のケアしてあげる。私ネイルケアね、あの用品持ってますからネイルケアしてあげる爪切ってあげるからね、いつでも。指の F でイバラの魔女は。はい、次は、あ、もうないか。あ、あるか。うん。学生ごときに。はい。あ、そうね。こんな立派な衣装を用意してくださると。それはね、やっぱり、お坊ちゃんが多いから、第二王子とか、富豪とかいるから、多分ね、そういう配慮もあったんだと思うな。なんだかんだで、ほら、名門校じゃん。随分な、もうないか。もうそろそろないかな。結構見たもんね。高い木の葉を食う草食動物みたいに。うん、いや、ほんとに。いやー、てか、私的には、レオナ・キングスカラを食い入るように見たいなって思っているんですけれどもね。はい、ということで、これで見終わりましたかね。こちら、グルービーの方に、はい、戻ろうかなと思います。いやマジで絶対にかっこいい系で来ると思ったらこんなにかっこいいか息が詰まっちゃう。かわいいことある、すっごいかわいいんですけど、もうね、これを見出してくれすべてのスタッフに感謝を伝えたい。私ありがとうございます。素晴らしいです、もう本当にかわいい本当にもう語彙力なくなっちゃう。はい、ということでお送りしてまいりましたレオナプラチナジャケットの、パーソナルストーリーグルービーホームタップボイスだったんですけれども、いやまずねグルービーが至高でした。もうこんな、まあ、ヴィランズの顔するなって思ってたんですけれども、まさかこんな可愛い表情してくれるなんて思わなくってもうさすがおじたん推しなんです。私おじたんも推しなんです。もうね推しのこんな表情見れて感無量です。ありがとうございます。次はね8月の、2人なんですけれども、オルトキュンとリドルね、意思の状況に合わせてかな、もう回すか、いつ毎年そうなの、毎年ね8月に意思が枯渇して、あの回すか回さないかいつも悩んで回してないのが毎年恒例なんですけれども、ちょっと今回はまたどうしようかな、ちょっとね状況を見て、頑張ろうかなと、はい、思っておりますので、もし回す時にははい、あのガチャとパーソナルストーリー等々も、お付き合いいただければ幸いです。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。